じよくというか、うん、まあ、本当にまさにいつものメンバーの人ですよね、 G1 の争いの中で、まあ、あの自力が多分多いので、うん、まあ、その中で自分もしっかり、うん、あの仕掛けられる力勝負できると思います。またその初日とは違うじゃないけど、その初日は本当に先行でというか、うちの地元の2人と決めたいというような、そうですね、あの気持ちをね、あのしっかり伝えるレースというか、うん、まあ、あのができたかなと思うんで、まあ、本当は3人で決まればもちろん一番いいんですけど、うん、まあ、なんとか和田さんと2人でね優勝戦勝ち上がれたので、まあ、あとまた優勝戦でね連携できるっていうのは本当準決勝につながるかなと思う。朝から見てて先行ちょっと重そうだなというか、皆さんも重いと言ってたので、そういうのはちょっと気にはならなかったですか。まあ、でもあの風がないって言ってたんで、うん、まあ、風の重たさよりその空気感の重たさの方がまだマシかなって感じだったんで、うん、あとはそういうバンクコンディションも見て自分の残れるところから、うん、仕掛けられてるんで、まあ、そういう状況の把握っていうか、そういうのしっかりできてるんで、うん、稲手さんが来て坂本隆さんが来てもしっかりペース崩さずに、まあ、そこはねしっかり合わせられたんで、うん、まあ、あと山崎さんに行かれちゃったのも、力不足でしょうがないんですけど、まあ、見事なレースだったと我々は思うんで、まあ、あのしっかりねこうやって自分のレーススタイルで、まあ、3着残れてるので、また優秀戦でしっかりと自分のレースをするように心がけるだけ